ダブ GTB ってことで、はい、今回はこちらにジェシーよろしくお願いします。マクファーリン、イエー、改名したんだよね、一応ね。まあ本名なんでね。うんうん、そう、本名に今まで、まあ、名前だけでやったのもちょっとまあ等身大じゃないかと、うんうんうん、あんま背伸びせずちょっとやってみようかなっていうので、はいはいはい。で、まあソロもやって、うん、グループもやってって感じで、まあ両方やっていくと。ボーンズやりながら、ソロやりながら、うん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 、まあ、ライズはまだちょっとどうなるか分かんないけど、うん、それこそ最近のアナーキーってやったやつはすげえ良かった。あれでもね、うん、ちょうど1年以上前かな、うん、うちのスタジオで、うん、ギター1本で何かやろうってなって。そうなんだ。俺あれ一発撮りで撮って、うんうんうん、いいよね。めちゃくちゃいい、うん、なんか2パックのさ、そういう曲もあったじゃん。しかもなんかそのギタリストもね、ちゃんとこう、うん、ジェシーらしいみたいな、よかったです。そうだから今回のアナーキーのアルバムもフィーチャリングが誰もいないから、うん、そうなんだよね。そうそう、だからプロデューサーとして入ってたじゃん。そうそうそう、それが熱いなと思って。まあ今後もっとラップしていきますよ、うん、ぜひ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 ってことで、まああの俺とこうジェシーの出会いみたいのも気になってる人もいるかなと思ってて、俺はね、うん、勝手にジェシーのことをまあ結構10代の頃から知ってたっていうか、その話もしたんだけど、うん、本当に19ぐらいの時に六本木で、ジェシーが、ビエティとかじゃない、ビエティで、それこそビエティで、ジェシーが、Say what's up, what's up, what's up, what's up ってソロでライブしてたのよ。ラップだよね。ラップラップ。うん。その頃に俺ら、ジャスティエイズっていうグループで、一緒で、なんかいるよ、みたいな。いやもう当時すげえ盛り上がってるよ。当時はもうダンサーが出ると、うん、後輩たちがなんとかさん頑張って、うん、って応援してダンサーがってやって、うん、でラップ陣が出るとさーって弾いてて、うん、歌詞、うん、だからもう、うん、あのラッパーっていうのはもうほんと嫌われてたし、うん、ダンサー DJ ダンサーがもう、うん、ヒップホップの中で一番こう上に上げられてたから、うん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 、当時はね。そうだからその時の俺のそのあの「よう日本」って曲なんだけど、うん、そう「よう日本」のサビを知ってるサイモンがもうガチ上がってもう俺の昔のオービーたちにみんな連絡してたから、ね、うん、お前らサイモンジャップなめんねんあいつやべえ曲知ってっからさ俺ら相当若い頃見られてるからっつってお前ら要チェックしろっつってそっからみんなサイモンの見方がガーッと変わってきてやばいっすねやばいっすねサイモンジャップやったら嬉しいね。で、あのフリースタイルバトル の、 あのダンジョンの特番で、ね、ジェシーチーム、アナーキーチームで、まあ監督っていうね、あと笑いのね、うん、何人かで、でチーム一緒になったんだね。そこで結構喋ったっていうのが一番大きかったかなと思って、ね、でたまたまその悪ガキウェアもこっちの工場で、うん、あ、そうだそうだ、あの T シャツいつも着てるダボジー、はい、見えました見えました、これね、これ工場はね、ジェシーのプリント工場でプリントしてもらってて、あれドラフト制だったじゃん、うん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 、その時に、まあ、同い年だし、ね、そう同い年だし、うん、うちの工場でやってるし、これはリンクしないとなっていうので、うん、ちょっと引かせてもらって。あ、そうは嬉しいね、それは。そっかそっか。それでまあ会話するようになって、まあすごいちょくちょく連絡取ってたわけではないんだけど、うん、なんかいろいろあのやりたいなとずっと俺思ってて、それでなんかタメでなんかやろうよみたいな話もしたんだよね、タメだったから。それで話が進んでって、まあ、今回 の、 あのアート・オブ・ペインのリミックスで、うん、ジェシーとあとシーラとそのコラボがね実現したんだ。だいぶパンチあるコラボだよね。いやー、あれはもう俺の中ではすごいもうジーンとくるというか、ね、曲もいいしね、うん、その内容もみんなあのスピットしてるリリックもすげえいいし、うん、あの PV の時の撮影もね、うん、なんか良かったね。車でみんなで行きながら、うん、ここで話しながら、うんうんうん、そう、その時の話もすげえ面白かったから、ぜひなんか、あ、そうだね、そう、ジェシーのちゃんとスポット当てて、あの今回ねこういう風に対談したいなと思って。ジェシーは戸越だよね。戸越、もうずっと戸越だ。ずっと品川の戸越だ。戸越でも会ったことあるよね、俺ね。戸越の祭りかなんかで行ったんだ。でその時もすげえみんな仲間と一緒にいる感じ、まあ、軽く挨拶ぐらいだったね、うん、そうだそうだ、うん、戸越はどんなとこですか。戸越はまあじいちゃんばあちゃんの町で、うんうんうん、うちのおばあちゃんが耳鼻科の先生だったんだ、うん、で、まあ、みんな BCG も打ってんじゃん、うん、注射、うん、うちのばあちゃんがうちの地元の人ほぼ全員打ってるんだ。あ、そうなんだ。小学校に行って
こう打つ先生いるじゃん、あれがもううちのばあちゃん、まあ、うちの親父ももちろんあの一番のドンとしているけど、剣坊君とかもそうだし、あ、そうなんだ、そう、マーヤン君もそうだし、マーヤン君も当時なんだ、そう、で、一時期マスターとかも当時住んでたし、はいはいはい、マスターってマスターキーですね、うん、もうそういう意味では結構俺が当時俺が16ぐらいに3ピンキャンプをスケボーに通したら乗って、うん、プッシュでバスの後ろに乗ってガーって行って、うん、木の上登ってチケットないから、うん、パッて見た最初がハックだったハックってフィメールラッパーですね、フィメールラッパー、もっとシスコで働いてた結構レアな、そうそうそう、ヤオロ3ピンキャンプ行ったんだよ、あ、行った、俺ら入っててちゃんとチケット乗って土砂降りの中はみんな、じゃあみんなあそこにいたんだね、いたんだねやばいね、外側にいたと思わなかった、でその時はそれこそイルマリアッチ見て、うん、まあ、クソかっけえと思って VHS 買ったら入ってなくて、そうなの、そうで、うん、あ、もっと俺は知らないやつがいるんだなじゃないけど、でそれこそそれで憲法くんちとか行っていろんなレコードジャパニーズとかレコードとか教えてくれたりとか、ああ、じゃあそれも結構ヒップホップにこう使ってたというか、うん、ヒップホップ知ったきっかけだったな、うん、だからもう本当に当時は、うん、俺のルーツだね、音楽のルーツでもあるし、間違いない、うん、でやっぱじいちゃんばあちゃんの町だから礼儀正しいというかこう、うんうん、ちゃんと上下関係じゃないけど、そういうのもちゃんと教わったし、うん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 、じゃあさっきあのお父さんの話出たけど、うん、あのジェシーにとってお父さんはどんな方でしょうか、うん、あんたはちゃめちゃですね、はちゃめちゃなんですか、はちゃめちゃ、もう、ちっちゃい頃、うん、あの本当に平気でうちにもう20人ぐらい人が寝てるわけよ、うんになって、うん、知らない外人たちが、うん、でもうお袋はこう片付けるじゃん、うん、でみんなその親父たち帰ってって、うん、親父はまだ大きくそのまま飲んで、うん、ベロベロの状態で、うん、じゃあもうジェシー寝るよと、うん、寝かされて、まだ俺も寝てたのが小1ぐらい、うん、そしたらいきなりリビングがガシャー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 パリパリって聞こえて、うん、と思ったら母ちゃんが大丈夫だからって言って、もう耳くもせず、ぐんないぐんないとか言って、うん、なんだろうと思って、寝れないからちょっと見に行くじゃん、お袋とパッて見たら、うん、もう窓という窓、ガラスというガラス全部割ってるし、うん、でっかいカウンターがあったんだよ、そのカウンターにろうそくとか置物とか置いたんだけど、手をこうパッて置いて、うん、カウンターの分全部ザーッてやってんだ、もう3台返しじゃない、じゃあもう部屋返し、部屋返しで、パッパだねと思って、ちょっと、うん、でも無視しとけばいいからと、うん、で次ちゃっちゃったんだ、そうそう、スイッチ入ってるからで、1時間ぐらい出すと静かになって、うん、またお袋でパッと見たら、うん、ジュアンとか片付けたかわいいそういう味なんで、はちゃめちゃなんだけど、うん、けどまあ、その人間味があるというか、うん、いや、全然音楽の話じゃないけど音楽的な影響はやっぱり音楽か、でもちょうど最近思うようになったけど、うん、一番ライブを見てるのはきっと親父のライブ、きっと本当何百本っていうか千本近いというか、それは本当に貴重なね、そうだからこの間どうだっけな、奥多摩でなんか500人ぐらいの野外フェスがあって、うん、それアコギで今回の俺のクレセントのソロ、うん、全部アコギで弾けるんだけど、うん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 、アコギでやりに行って、うん、で俺が出て、で鳥が親父の番だったんだけど、うんうん、でも何回も見てるから、なんていうのを、うん、親父のライブ見ようっていう気ではないわけ、うん、普通にふわーって言って、うんうんうん、親父始まってパッて見た瞬間、その元々いる違うバンドが6曲やった上、親父登場して、うん、そのバンドで親父の曲8曲ぐらいやるみたいなセットの、うんうんうん、親父のバンドじゃなくて、うんうん、でその元々あったそのシアターブルックっていうバンドは、うん、もう何年もずっとやってるメンバーだから気が知れてる中で、うん、なのに親父が入った瞬間にもうベースとドラムの人がこんな上手いんだっけこの人っていうぐらいスキルを上げるわけ、親父が入るだけで、そのバンドメンバーで、親父はただカッティングしてこうやって弾いてるだけなんだけど、派手なことやってんじゃないんだけど、もうドラマーが親父のフローになんていうの、泥を塗らないようにじゃないけど、こうドラムも上手く、ベースも上手くなるし、こう親父やべえと、久しぶりにでこうやっぱステージに上がってギター持つだけでこうガラッと変えるし、うん、でやっぱ今こうコロナになってヒップホップはさ今もうクソ盛り上げられるじゃん、うん、人もパンパンになるし、うん、でもバンドの世界ってやっぱ本当はバンドの方がめちゃめちゃしてそうに
な雰囲気あるんだけど、うん、まあ、結構ルールを守るファンが多くて、うん、だからもうダイブもしないモッシュもしない、うん、と一緒に歌わんマスクして歌っちゃいけないとか、はいはいはい、本当にルール守った客なのよ、うんうん、でそのフェスも、まあ、もちろんそうで、うん、これが出たね、うん、で、まあ、みんな あのアコースティックセッションだから弾き語りでやって、うん、そんなクラップとかも起きるわけじゃないんだけど、うん、親父が上がった瞬間手叩けって言ってないのに、うん、全員もうこうもうクラップ始まって、うん、座ってたのがみんな立つし、うん、その立てって言ってないんだよ、うん、それがやっぱこうムカつくな。それはちょっととりあえずだっすね、なんかね、うん、聞いただけでね。だからもう全然まだまだ足元にも及ばねえなんじゃないけど、そうなんだ。え、ギターは、ジェシーもちろん弾けるじゃん、うん、やっぱ親父さんの家なのかな。いや、でもね、うん、俺はもうガチガチなサラリーマンになりたかったんだ。そうなんだ。そう、もう意外だね。七三スーツをこういうスーツケース持って、今違うけどね、こんなになっちゃってるけど、うんうんうん、でももう本当親父はその周りがロックスターすぎて、うん、嫌でしょ、あなた。友達を家に呼ぶの。なるほどね、逆にね。友達に泊まりに行くと、お父さん新聞を見ながらパン食ってるし、うん、うちはパッと見ると親父もビール飲んでるし、うん、朝、うん、あ、これ朝に食ってる時に、うん、授業参観とかももうパンタロンフレア履いてミニサンで、うん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 、もうこんぐらいのユーネック着て、うん、で竹中っていう名札ついて、うちのお袋マックファーデンってついて、みんな友達に愛人みたいな。あ、俺産んだ時まだ結婚してなくて、うんうんうん、だから親子袋一人で俺を出世届出したから、俺は国籍アメリカ人もんだ、うんうん、そうだね。そうだからその名札も違うし、うん、本当にみんなが言うロックスターの掛け200ぐらいが親父だったからやばい、俺は真逆になりたかった。うん、ミュージシャンなんかも本当は憧れたの。唯一ヒップホップだから、家にはもうレコードもあって、うんうん、いろんなバンド地味編からもとにかく、うん、まあなんて王道でいう、まあ、ヒップホップでいうツーパック D ユータじゃないけど、うん、それの70年代のロックスターのレコードオリジナルも全部持ってたし、うん、親父が知らない音楽はヒップホップしかなかった。はいはい、逆に親父さんとは違うところでこう何か戦いたいみたいなね。だからこうビースティー見つけた時に親父に聞かしたり、うんうんうん、それこそランディ MC とエアロスミスのやつ、うんうんうん、ソーフィーソーを聞かしたり、うん、でレッチリとか聞かして、うん、親父が俺ここのバンドかっけえじゃんって言われた時に、うん、すげえ嬉しくて、うん、親父が知らない音楽を渡せたと、うん、そっから俺はバンドにハマるようになった、うん、親父の影響っていうか親父が知らない音楽を渡せてたっていうのが、うん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 、親父からギターを教わったことも一回もないし、うん、歌の歌い方とかも一切教わらないし、はい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 、そうだったのね。で今バンドの話出ましたけど、はい、一番最初に、うん、まあオフィシャルっていうか、うん、組んだグループっていうのがオフィシャル、まあライズの前に拳ってバンド組んでて。そうなんだ。そう、まあみんな知ってるのやっぱライズ、ライズ、ね、ライズのジェシーなのね。そう、うん、まあ、その拳ってバンド組んで、名前やばい、やばいでしょ。拳ってバンド組んでて、でそこのメンバーが辞めるってな、ドラムが辞めるってなって、うん、でどうしようかなと思った時にアックン、うちの今のドラムのライズの、うん、アックンの親父もドラマーで、うん、アックンの親父と俺の親父はもともとバンド組んでたんでしょ、うんうんうん、だから俺らはそのコンプレックスがあって絶対に一緒にやりたくないと思ったんだけど、アックも実はちょっとドラム始めちゃってみたいな、親父には内緒でとか言われて、いや俺親父に内緒でギターやってんだよ、内緒のやつなんだ、内緒のやつだ、うけんね、だからスタジオ入ろうよって言って、まず2人で入り始めたのが、俺が15でアックンが14とか15とか1個下だから、うん、そんぐらいから始めて、で3、4年経ったぐらいで、うん、俺の高校のワンモマイルっていうバンドがあったんだよ、うん、あのバンドが、うん、そいつらが今日吉祥寺のプラネット K ってライブハウスで、うん、ソニーが見に来るんだよねみたいな、うんうんうん、つってちょっと羨ましかったんだけど、うん、
うん、別に気にならねえしみたいな、うんうんうん、そしたらそいつのベース、のバンドのベースのペグが壊れて、うん、楽器屋に直しに行くから出番変わってくんねって言われて、うん、いいよつって変わったら、そのソニーは俺らがそのバンドだと思ってチェックして、はいはいはい、そのソニーの人たちがたまたま出順変わったから見て、うん、デビューしないかって言われて、マジで。けどその時俺、うん、まだ高校生で、高校卒業するまでちょっとなしで、うん、って言って、うん、で俺が高校その翌年卒業して、じゃあもう一回契約しようかって言った時に、あっくんがまだ高校生だから、うん、あともう一年待ってたとか、あっくんが卒業するまでって言って、うん、であっくんが高校卒業した日に、うん、あっくんの制服のままソニー行って契約しようか。へえ、そうなんだ。今はないけど、うん、当時はメジャーと契約すると、うん、契約金っていうのがあったし、一気に本当にメジャーと契約すると金が入るし、うん、保証が、だから俺もタトゥーその時も入ったけど、うん、保険も入れてもらったし、うん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 、だからメジャーでデビューするっていうのが、まあ、バンドマンのドリームだったからね、はいはいはい、今はメジャーでデビューした人なんか誰もいないんじゃないの。バンドマンもヒップホップもインディーズでやった方がさ、まあ、そういう声は多いよね、うん、なるほど。じゃあせっかくそのライズのね、うん、話も聞けたんで、うん、まあ、事件のね、はいはい、なんか真相とか気になってる人も多いんじゃないかなと思うんですけど、はいはい、まあそうだね、もう2年、うん、2年前かも、うんうん、大変でしたね、大変でしたね、うん、まあ本当に絶頂っていうかね、調子良かったんね。それこそボーンズも、うん、その年の12月に横浜アリーナをブックしてたんだ。横浜アリーナブックしたんだ。でボーンズはもう本当に一からスタッフもなしで、それこそ機材車で自分らで回ってやってたバンドだから、うん、もう本当客とか5人10人、うん、ライズやった後なのにね、うん、一から本当にやったから、うん、いつもだったらもう箱行けばもう1000人2000人いるのが当たり前、うん、っていうのからもう1からやったバンドから横割りって8000人ぐらいかな、1万ぐらいかな、うん、やっぱバンドマンとしてはやっぱこのクワトロツアーもあった後にセップツアー、うん、セップツアーの後がそのホールツアーで横割りになる、ようやく結成して5年6年ぐらいで来たかって時だったから、うん、やっぱヒップホップってまあ DJ と MC だけじゃん、うん、バンドってその楽器隊分いるわけだし、うんうん、そいつらの養うところも背負わなきゃいけないわけじゃん、うん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 、だからそいつらの職もストップしちゃうし、うん、俺が捕まったことでみんなの仕事、俺一人じゃなくもう十何人の仕事がダーンと飛んだわけだし、うん、でもそれをどうしていくかしかないもんね、もう俺ら選ぶ道は、だからもう曲で表すしかないし、こうやってちょっとでも人の前に、うん、出れる時に俺を見せて、今の俺の等身大みんなに見てもらって、うん、ここでね俺らがクソ舐め腐ってたらさ、うん、まあ、この状態でも舐め腐ったっていう人は中にいるかもしれないけど、うん、これでも前向いて、うん、一歩ずつ前進もうとしてるのを見せるだけだね、うん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 、なるほどなるほど。